本日ですけれども、カソリ貝塚にやってきました。縄文時代に浸りたいと思います。ここは北貝塚と南貝塚に分かれます。縄文時代は1万6000年前から2800年前を言います。カソリ貝塚は教科書に出ていたイメージですね。何か見えてきました。カソリ北貝塚海藻断面です。中はこんな感じで、通路の両側が貝塚になっています。次に向かいます。北貝塚の住居跡群です。海藻の下から発見されたそうです。それでは入ります。お、センサーライトですね。昔ここで人が生活していたと考えると神秘的ですね。ここから南貝塚になります。カソリ南貝塚海藻断面です。入り口はちょっと
変わっていますね。断面が見やすいですね。ザ・貝塚って感じですね。それでは外に出ます。広いですね。縄文時代の竪穴住居です。こちらは復元したものでしょうか。入ってみます。中央にいろりがいます。屋根は縄で結んでいますね。縄文土器でしょうか。2軒目です。中に入ると実際に火がついていました。お？天井からの光に煙が反射しています。次に向かいます。これはキャラクターかな？カソリ貝塚博物館です。これは縄文土器でしょうか。
これはアクセサリの道具かな。いろいろ作っていたんですね。入場料も駐車場も無料、いいですね。では最後に記念撮影で終わります。